それでは定刻になりましたので、ただいまから8月定例記者会見を行います。本日の記者会見の話題は9月市議会定例会の議案についてです。会見時間は1時間程度を予定しております。ご協力よろしくお願いします。それでは9月市議会定例会の議案について市長お願いします。はい、皆様おはようございます。大変お忙しい中にですね、8月の定例記者会見にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。それでは先ほどご案内ありましたように、令和5年度の9月市議会の定例会に提出いたします議案の概要につきましてご説明をさせていただきます。今回の提出議案は予算議案が7件、条例議案が7件、そして人事議案が3件で、一般議案が1件、承認議案が1件、報告が2件と、合わせて21件の、を提出を予定しております。それでは令和5年度の9月補正予算の概要につきましてご説明を申し上げさせていただきます。お手元に配布いたしております令和5年度の唐津市9月補正予算案のパワーポイント資料をお願いしたいと思います。まず1ページをお開きください。ただ一般会計の予算額でございます。今回の補正額は9億3472万6000円でございます。これによりまして、今回補正いたしました補正後の予算が780億3514万9000円となりまして、昨年令和4年度の9月補正後と比較をいたしますと20億8445万3000円のプラスでございまして、約 2.7% 増ということでなっておるところでございます。で、今回はですね、物価高騰対策に2億6115万3000円、そして国・県事業に伴うものが450万と、その他の事業として6億6907万3000円となっております。詳細にわたりましては後ほど説明させていただきますのでよろしくお願いしたいと思っております。また特別会計の補正と事業会計の補正でございますが、ご覧のとおりの状況でございます。特別会計は国保とですね、後期高齢者介護保険特別会計等がなっております。それでは次のページをお願いいたします。9月補正予算の概要でございますが、今回の補正予算は物価高騰対策といたしまして、上下水道料金の減免等にかかります経費を計上いたしたほか、保育にかかる保護者の皆様や保育士の負担軽減を図るために、保育所等におけます使用済みおむつの処分を推進する補助金を計上いたしたところでございます。また県の事業採択に伴いまして、スマート漁業に取り組んでいただいております漁業者への方への補助金を追加いたしたほか、年間を通した宿泊旅行の喚起を行うための経費にかかる債務負担行為を設定いたしたところでございます。このほか予備高校の作方地区の埋め立て計画の見直しに伴います経費や、これは七山地区になりますけど、老朽化によりまして崩落の恐れがあります木橋ですね、の撤去費、そして令和4年度に交付を受けました国県の負担金等の清算に伴います返還金などを計上いたしたところでございます。続きまして主な事業につきましてご説明をいたしたいと思います。まず上下水道の減免等につきましてでございますが、2億6115万3000円でございます。はい、でこれは物価高騰のですね、影響を受けられております市民の皆様、また事業者の皆様を広く支援するために水道の基本料金と下水道使用料の基本料金を
2ヶ月分減免したいというふうに考えているところでございます。また簡易水道組合等の水道利用者につきましても、組合等におきまして同等の減免を行っていただいた場合にその分の補助を行うことといたした予算でございます。水道料金ですねの減免は1億6194万1000円でございますが、こちらの方はですね、プッシュ型で行わせていただきたいというふうに考えております。そしてこちらですね、簡易水道組合の加入者への支援としては55万4千円でございますが、こちらの方はですね、組合等に対しまして加入世帯が負担する2ヶ月分の水道料金の基本料金相当額を補助するということで、これは申請型としてですね、支援をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。なおこちらですね、標準的なモデルといたしましてでございますが、2ヶ月分の上下水道料金はだいたい標準世帯で1万566円ぐらいの負担をいただいております。そちらの方をですね、今回先ほど申しました説明いたしました減免をいたすことによりまして減免額といたしましては5786円約 55% を減額させていただきまして、まず標準世帯におかれましては4780円等のですね、ほどの負担をお願いしたいというふうに考えているところでございます。ちなみにですね、上水道ですね、上水道の使用者は約49,581件でございます。で、2番目の下水道の使用者は約42,333件でございまして、この簡易水道ですね、こちらの方の加入世帯は約300世帯になっております。はい、以上でございます。で、次ですね、次お願いいたします。はい、次は保育所等おむつ用ゴミ箱購入補助金でございまして、1053万円でございます。で、こちらは、保育所等におけます使用済みのおむつの処分を推進するために、おむつの保管用のゴミ箱の購入費用に対し補助をいたすものでございます。対象施設は私立保育園、認定こども園、また地域型の保育事業所を合わせまして27施設でございます。で、対象経費といたしましては、この使用済みおむつを処分するまでの保管に必要なゴミ箱の購入費用といたしまして、これは補助率は10分の10でございます。でですね、ここにありますように、限度額にそれぞれですね、利用定員によりまして限度額が5段階に分かれております。ですから1施設あたり9万から81万という形でですね、いろいろ施設の規模によって補助の限度額が違うということをご認識いただきたいと思います。そしてですね、この使用済みおむつの園処分はこれは実は国が推奨しているところでございまして、これによりまして保護者の持ち帰りがなくなりますということによって保護者の負担軽減につながると。そして使用済みおむつを子ども別に振り分ける業務がなくなるということで保育士の先生方の負担軽減にもつながると。で、以上をもちまして本市といたしましては子どもを産み育てやすい町唐津ということをですねにしていきたいというふうに考えているところでございます。はい、次お願いいたします。次は先ほど言いました宿泊促進事業費、これは債務負担行為でお願いをいたすところでございます。で、春の行楽シーズンでございます3月から5月を含みます年間を通した宿泊旅行の喚起を図るためにこのように債務負担行為を設定するものでございます。これによりまして令和6年の3月からですね、電子クーポン
の発行が可能になりまして、また令和5年度中から旅行商品の造成や販売に向けた準備業務並びにまた営業活動等を含むですね、ことができるようになるというふうに考えております。で、限度額が6,988万円でございます。で、事業の内容といたしましては、宿泊予約サイトによります電子クーポンの発行、そして旅行会社向けの募集型企画商品の造成支援、そしてスポーツ文化合宿等への支援を行うことといたしております。ですね、ぜひコロナ禍の後をですね、もっともっと唐津においでいただいて、ぜひ楽しんでいただければなと思う企画でございます。で、簡単にはございますけど、以上が補正予算の概要とさせていただきます。で、なお、7月豪雨災害の復旧にかかります予算につきましては、現在、総力を挙げて取りまとめを行っているところでございまして、今議会中に追加の補正予算をお願いする予定といたしておりますので、合わせてご理解を賜りたいというふうに思います。私からは以上でございます。それでは記者の皆様から、ただいま市長が説明した内容についてご質問はございませんか。はい、どうぞ。読売新聞です。あ、ちょっと待ってください。ちょっと手前の方からよろしいですか。はい、はい、すいません。はい、佐賀新聞さんお願いします。すいません、佐賀新聞の横田と申します。はい、保育所のおむつ用ゴミ箱の購入補助金についてお尋ねしたかったんですが、これは市独自の予算計上になるんでしょうか。国が推奨ということで、この10分の10というのは国、あ、国からの分ですね。はいはい、分かりました、ありがとうございます。はい、よろしいですか。はい、どうぞ。すみません、読売新聞です。上下水道の減免なんですけれど、はい、考え方なんですけど、全世帯を対象にしたのはどういう理由なのかなと。低所得世帯だけを対象にして助成するっていうこともできたと思うんですけれど、世帯の把握が難しいんですかね。あ、いえいえ、やはりですね、物価高騰が大変いろんな生活の中でですね、いろんな燃油の高騰とか食材費の高騰とかですね、いろんな形で、から市民の皆様も大変ご苦労なされているというふうに思っておりますので、こういった形で分かりにくい点もあるかとは思いますがですね、プッシュ型あるいは申請型ということで、できる限り全員の方にですね、市民全員の方々に、こういった物価高騰の影響を受けられている方々の負担軽減を図りたいという思いから、このような形にさせていただいたというふうにご理解いただければと思います。あ、関連して、すみません、水道も下水道もだから市の独自の特別会計で運営されていると思うんですけれど、だからそこにはつまり市の意思が働いていると思うんですけれど、その基本的な設計、さっき市長が言われた全員が、市民全員がその、物価高騰で苦しんでるわけだからという話なんですけど、同様の施策、すみません、僕も承知してないんですけど、その県内の自治体で、独自に、それぞれ水道会計ってやってるわけなんですけれど、同様にそのなんていうか、市民全員 を対象にしてその減免措置をやってる、下水道もそうなんですけど、やってるところが他にあるのかな。それとも、さっき私が言いましたように、その非世帯、非課税世帯だけを対象にしているところがあるのが、どうかなと思います。すみません、もし例を把握しておられるのであれば。はい、わ、かりました。ちょっと、仕込みの方から、説明させます。はい、上下水道局です。令和4年度でですね、宅地さん、そして、大町総さんがですね、基本料金の減免の方を行っておりまして、で令和5年度では竹吉さんが、基本料金ではなくて20トン20リューベまでの、水道料金を3ヶ月間
減免するという事例がございます。以上です。はい、ありがとうございます。よろしいですか。はい、ありがとうございます。他にございますか。他にございませんか。それでは本日の市からの話題以外で記者の皆様からご質問はありませんか。はい、どうぞ。佐賀新聞の横田です。はい、ボートレースの企業局長の選任の件でお尋ねしたかったんですけれども、はい、7月から不在が続いている状況かと思うんですけれども、今後のこう選任の時期等についてこう市長がどのようにお考えになっているのかについてお尋ねできればと思います。うんうん、はい、今ですね、人選をずっと随時行っているところでございますが、いろいろ、民間の方あるいはですね、それに精通されている方というような流れでいろいろ今、アプローチもかけたりしてですね、ご相談をしている状況でございまして、まだ今のところ、適格者と申しますか、該当が当たらないというのと、条件等々の問題もございますので、はい、そういったところでこうマッチングがですね、うまいところできていないという状況でございます。はい、ありがとうございます。今まではその 市役所出身の方が選任されてきたかと思うんですけど、うんうん、現状ではその民間人材を中心に模索されているということなんでしょうか。うんうん、今、私が就任してからお二人の方にお願いをしたのは、ご存知の通り市の OB でございました。はい、でまた、ただですね、いろいろやはり企業局としての、今後、全国24条の中の一つとしてしっかりとした役目を果たしていかなければならないという問題もございまして、上層部の方々ともですね、いろいろご相談させていただきながら今人選に努めているということでご理解いただければと思いますが、はい、もう一点お尋ねしたかったんですが、うん、そういうボートレース企業局長がこう担う役割として市長ご自身が期待している部分というのは、どういうところですか。ご存じのように今ボートレースの方から繰り入れとかをいただいている状況でございまして、それと合わせてですね、これは上層部からの指導でもございますが、今まで本当に広かったわけですね。ボートレース場というのは駐車場も広くて、要するに来ていただいて船券を買っていただくというようなシステムになっておりましたが、今は電話投票が8割以上の方が大体電話投票です。ということは何かと言いますと、広いスペースをですね、上層部からはパーク化あるいは30キロ圏内構想ということで、30キロ圏の方々からおいでいただいて、アメニティというかアミューズメントパーク的なですね、そういったボートレースの運営をしていきなさいという指導があっております。それの中であくまでも企業会計、企業でございますので、としてはですね、収益を伸ばしていただきたい。ですから単純にですね、今まで市の OB2 人をお願いしたわけでございますが、もちろんそういった財務的ないろんなプロセスはもちろん求められるところでもございますけど、やはり先ほど言いましたアミューズメントパークとしての役割、要するにこれは市民の方を含め30キロ圏内の人からこう楽しみに来ていただく、そういうことによってイメージがどん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 変わっていきております。多分ご存知かと思いますが、モービーとかいろんなフードコートなり、施設を作らせていただいてですね、リニューアルしたことによりまして利活用が増えているのも事実でございます。ですからそういったことも含めながらですね、そういったアミューズメントパーク的な位置づけと、もう一個は企業としてのですね、収益を求めていくっていう、やはり大変人選に関しましては、大変難しいといいますか、なかなか誰でもかんでもできるような仕事ではないというふうに私は認識をしております。ですからそういった方をいろいろこう各方面の方からご紹介いただいたり、あるいは、そういった、今、交渉をさせていただいているという段階でございます。うん、ありがとうございます。そしたらすみません、確認なんですけど、今打診をした、方もいらっしゃるけど、条件がなかなか合わずに、ね、まだ決まってないという状況です。はいはいはい、分かりました。ありがとうございます。はい、
他にございませんか。それでは先ほど発言したおむつの財源について財務部長がちょっと訂正があるということで。あ、はい、すみません、財務部からです。すみません、先ほど市長の方からですね、全額支援、保育所の方の負担がないというのはあれなんですけど、国の事業を活用してやるんですけども、内訳としましてですね、国から3分の1、県から3分の1いただきまして、市の負担が3分の1あるということで、すみません、国の事業を使ってやるんですけども、はい、そういうところで保育所の負担は市長が申した通り全額うちの方が負担しますということです。以上です。よろしかったでしょうか。他ないでしょうか。ないですか。はい、そしたらですね、私の方から一点皆様にですね、報告といいますかをさせていただきたいんですけど、出るとかな。ああ、はい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 。今ですね、近代図書館で、7月の22日から9月の10日までですね、橋本美緒さんの、彫刻展生き物たちの歌ということで今開催をさせていただいております。でこちらはですね、本当はこういった動物たちですね、私も、実際、見学に行かせていただいたんですけど、ちょっと写真とはですね全然違います。本物を見られて分かりますがですね、もうこの猫にしてもですね、こういったミーアキャットとかこういろいろありますが、生きてるような感覚をするようなですね、動物の、肖像の彫刻っていうんですか、はい、展なんですね、はい、でおかげさまでですね、東京からとかもいろいろおいでいただいておりまして、先週末で5000人を、実は来場者が超えております。それに大変好評でございましてですね、これが九州では初めてということで聞いておりますので、ぜひですね、あと9月10日までではございますが、皆さんもですね、ここぜひ行っていただきたいなというふうに思っております。9月1日はですね、ナイトミュージアムということで開館の時間を延長いたしまして午後8時まで開館をさせていただきます。でこちらもですね、先生のですね、本当はこういった作品を展示するにあたってはですね、夜、これは月に行った犬なんですね、舐めないとき作られているわけですけどね、そういったですね、ナイトミュージアムっていうことでですね、そして午後7時からは、学芸員によるナイトトークもございますので、そういった説明を含めながらですね、やっていただく予定でございます。また9月3日のこれは日曜日ですかね、はい、には午後2時から30分間この学芸員によるギャラリートークということでですね、計画をさせていただいておりますので、ぜひ行っていただきたいなと思うところでございます。そして、会場内ですね、これ撮影 OK なんですよ。そして触ることができる動物たちがいるということで書かせていただいて、ただですね、入場料を一般の方は500円、75歳以上の方は250円で、高校生以下の方は無料、また、障害者手帳をお持ちの方と同行者の一人は無料ということで、9月10日まで引き続き行わせていただきますので、ぜひ多くの方にですね、おいでいただきたいというのがお願いでございまして、実はこれですね、クスノキをずっとこう削ってですね作られた、作品でございまして、香りとかいろんなクスノキの香りがですねプーンとしてですね、はい、大変いい環境のもと今展示が行われております。で実は、今まで来られた方はですね、 75.4% の方は女性ですが多いです。そして、年齢区分で言いますと、1番目に多いのは50歳代の女性で、2番目が40歳代の女性、そして3番目が小学校の女性、女子でございます、はい、でですね、この方々のいろんななんかメッセージをいただいてるんですけど、自分がですね昔飼った猫
に再開できたような気がするというようなお言葉をいただいているんですね。私も昔に犬を飼っておりましたが、その同じ犬はいませんでしたけどね、本当は犬が普段一緒に生活するにあたっていろんな寝てたりとかこうじゃれたりとかいろんな遊びをするじゃないですか。そういった風景がですね、まずこういった絵でも表されてるんですよ。そしてそれをですね、彫刻でこうやって形作られてるんで、本当ですね、その昔いた犬を思い出したり猫を思い出したりすることがですね、できる、展示でございます。ですからぜひですね、皆様方、またよかったら案内をしていただければなと思うところでございまして、もうぜひですね、一回足を運びいただければというお願いで、させていただいたところでございます。よろしくお願いいたします。この件についてよろしいでしょうか。はい、それではこれをもちまして定例記者会見を終了します。ありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。